白派と黒派を調停するディーノ・ディーノコンパーニは中世、イタリアの商人、政治家、年代記作者。サンタトリニタ教会にあるディーノの墓フィレンツェのボル・サンタマリア組合に登録される商人で、名門市民の家に生まれる。青年時代は、当時の風習に従って、ラテン語とスコラ哲学の書法、プロバンス語とフランス語を習得した。当時は、精神体の詩人の一人として、 グイード・カバル・カンティダンター・リギエリ、チノダ、ピストイアなどと並び称される。1280年の組合名簿に初めて名前が登場し、1320年まで記載されている。1282年、1286年、1289年、1291年、1294年、1294年に組合理事に選任された。 1282年には25歳の若さで、市政改革委員の一員に抜擢され、代表委員制の創設に参画している。以来、市政顧問として、フィレンツェ政界に重きをなし、1294年には法政改革委員、1390年には税政改革委員に指名されている。ディーノの政治活動で最も重要なのは、二度の代表委員と、 正義の騎手ゴンファラニーナーティ・ジュースティーツや就任である。当時フィレンツェでは、チェルキ家を中心とする白派とドナーティ家を中心とする黒派の構想が激しくなり、それぞれの党派が国外の強硬派と皇帝派に結びつく過程にあった。1293年には、ジアノ・デルラ・ベルラにより、正義の法令オーデン・アメンテディ・ジュースティーツやが発布され、封建貴族が集合していた。 黒ハに打撃を与えており、ジアノはディーノの友人であった。しかし、ディーノ自身は、公正な愛国者として、ジハにとって、有利な状況よりも、両党派の和解を願った。結果として黒ハに組みしていた強行ボニファティウス発生や、シャルル・ドバロアに乗じられ、剣を磨くべき時に、和平交渉の意思を相手に伝えてしまい、それは、白派の敵に弱気と恐怖の行動と受け取られる。 1301年シャルルは1200機を連れて、フィレンツェ、その年の11月に代表委員は、総辞職し、公文書に再び名前の上がることはない。シロハは、数年にわたって、フィレンツェから、粛清、追放されるが、ディーノは全代表委員の特権を盾に取り、放逐を免れた。以後は、詩人としてのみ反省を送り、商事会社、ドンヤの所有者として、 羊毛組合に登録されている。およそ70歳でこの世を去り、サンタトリニタ教会に葬られた。ディーノは1310年から1312年にかけてフィレンツェを襲った危機を年代記、クロニカデラコスアコランティーネ、天ピスッチに書き残した。この年代記の中でディーノは役者として、また見物人として登場し、国内 フィレンツェの発局に手を貸したボーニファティウス八世、シャルルド、バロは、コルソドナーティの肖像は容赦ない厳しさで、滑車されている。イタリアの批評家でサンクティスは、同時代の年代記作家ビラーニと比較して、ビラーニたちは、財産目録でも作っているような、落ち着いた、無関心さで物語っているのに対して、ディーノとダンテは、探検で歴史を刻んでいる。 表面的なことで満足する人はビラーニを読みたまえ。だが、事件を生む原因となった、情熱、気風、内面生活などを知りたいと思う人は、ディーノを読みたまえ。と高くディーノを評価した。デサンクティス、イタリア文学史、上現代視聴者、1970年、P182 から199。ありがとうございます。